どうも皆さんこんにちは、ベスルンチャンネルです。森下だぜ。今日はお久しぶりにエルダースクロールズオンライン ESO を遊んでいきたいと思います。お、そういえば ESO は最近全然やってなかったな。でもどうしてまた ESO をやろうと思ったんだ？マリサさん知らないのですね。ムカつくなその顔。実は ESO、 6月に新チャプターハイアイルがリリースされたのです。マジか、それは知らなかったぜ。確か前回新章ブラックウッドが出たのも去年だったな。ブラックウッドではメールーンズデーゴンの領域デッドランドが解放されて、コンパニオンシステムの実装、チャンピオンシステムの一新など、いろんな要素が追加されましたよね。確かに新章だけあって盛りだくさんな内容だったな。今回の新章も期待していいのか？まあぶっちゃけると。ぶっちゃけると。ブラックウッドより良くなってます。おお。一体どんな要素が追加されたんだ？今回も結構盛りだくさんな内容なんで、もう一本ぐらい動画を作成しようと思ってますが、要素的には DES シリーズ初登場にしてブレトンの貴族が支配する島、ハイアイルの追加、そして前回の実装から長らく放置されていたコンパニオンシステムにおいて、新たなコンパニオン2人の追加、そして ESO 初のミニゲームにしてゲーム内でプレイ可能なカードゲームである、テイルズ・オブ・トリビュートの追加の以上3点です。カードゲームだと？新地域もコンパニオンも気になるが、そのテイルズ・オブ・トリビュートとかいうやつが一番気になる。マリサさんもカードゲーム気になりますか？ESO にカードゲームなんて予想してなかったからな。ESO プレイヤーもみんな予想外だったでしょう。というわけで今回はこれらの新要素について紹介していこうと思います。よろしく頼むぜモゼイム。それでは前置きが少し長くなりましたが本編スタート。はい、ということで ESO やってきますよ。おお、ESO の起動画面が変わってるな。ハイアイル仕様に変更されてますね。それでは ESO における我が分身でログインしましょう。待て。え、どうかしましたマリサさん。ビジュアルが悪い。はい。モゼイムはビジュアルが悪い。いや、そんな絶唱な。このモゼイムは全然顔がナゼイムに似てないんだよ。イケメンすぎる。いや、今までずっとこれでやってきたじゃないぜ。うるせえ。ネクロマンサーの魔女魔女でプレイだ。モゼイムにも人権をください。はい、ではマリサさん NG により今回は魔女魔女でいきます。ハイアイルはブレトンの島だからブレトンである魔女魔女の方がいいだろ。そういうことだったんですね。まあ一番は顔が似てないからだけどな。やっぱりそこなんですか。そりゃそうよ。ではまずハイアイルのクエストを受けましょうか。新章を購入したらメニュー画面コレクションのストーリーにハイアイルが追加されます。ここからクエストの受注ができますね。背景の騎士がめちゃくちゃかっこいいな。タムリエルマップでハイアイルの位置を確認してみましょう。この島がそうっぽいですね。かなり西にある島なんだな。もっとハイロックに近いと思ってたぜ。どっちかというとサマーセット諸島に近いところにあるんですね。マップを見ると私の故郷スカイリムからはだいぶ遠いですね。スカイリムが北すぎるんだよ。それではハイアイルの旅のここらまでファストトラベルしましょう。来ました。現実世界でもファストトラベル欲しいぜ。結構いい景色ですねハイアイル。岩の上に城みたいな建物があるな。いやー、新しい地域に来るとワクワクしますね。ハイアイルの街はどんな感じなのか気になるぜ。すぐ近くに街があるみたいなんで行ってみましょう。どうやら旅のここらのすぐ右側に街があるみたいです。おお、この白っぽい建物がそうなのか。タムリエルは地域によって街の造りにも特徴が出てきますが、ハイアイルはレンガ造りの建物が中心っぽいですね。ヨーロッパ風でいい感じだな。結構立派で綺麗な印象を受けますね。街の中にやってきました。すごい城壁だな。ドラゴンが来ても撃退できそうな高さですね。ホワイトランもこのぐらい壁の高さいるぜやっぱり。パルグルーフ市長ホワイトランの改革よろしくお願いします。では街を一周ブラッと回ってみましょうか。衛兵の装備がハイロックのやつと違うな。色が少し違うんですかね。まあ衛兵にはお世話にならないようおとなしくしときましょう。この街のお家は童話で出てきそうな感じの家ですね。レンガの家ってなんかいいよな。ハイロックの家はこういう綺麗なレンガではなくどっちかというと岩っぽかったですよね。ハイロックもハイアイルも同じブレトンが主要種族の地域ですが、結構街並みも変わってくるんですね。でも白っぽい建物が多いところは似てるよな。海も近いし景色は綺麗で住み心地は悪くなさそうです。街の中央にでっかい銅像がありました。おお、誰だろこれ。ハイアイルでは有名な人なのかな。なんか左手に船を持ってますね。ローブっぽい装備着てるんで戦闘員ではなさそうです。なんか魔法使いっぽいな。海の向こうにも銅像がありますね。これはかなり大きい銅像だな。マリサさん後ろで船が動いてますよ。ほんとだ、何気に背景の船が動いてるの初めて見たぜ。細かいところが進化してますね。はい、では街の探索はこの辺にして、今回は新要素テイルズ・オブ・トリビュートをやってきたいと思います。
あの気になってたカードゲームだな。テイルズ・オブ・トリビュートはハイアイルに来てすぐの街。ゴンファローネの奥にある橋を渡ってすぐ左の建物に、テイルズ・オブ・トリビュート・ギルドがあります。一番最初は建物の外、噴水の近くにいるブラガスというウッドエルフに話しかけましょう。聞いたな、グイファは文句なしのカード名人だ。街でも屈指のトリビュートプレイヤーさ。だが俺はいつも言ってる、グラーの高さを測りたいなら登るしかないってな。あの花輪の踊りは必要なかった。次はぶちのめす。クエストを進めるとマスターラズハマドという、ここのギルドマスターと会うことになります。この人がギルドマスターなのか。最初はこのブラガストチュートリアル対戦ができます。早速やってみましょう。どんなゲームなのか楽しみだぜ。それではゲームスタート。これがミニゲームの画面ですね。おお、思ってたより本格的だな。実戦を通してブラガスさんはルールを教えてくれます。ではチュートリアルに従ってちょっとだけプレイしてみましょう。カードが多いだろう。そっちにあるカードはお前のものだ。こっち側のは俺のものだ。中間にあるカードはタバーンと呼ばれる。タバーンからカードを取って自分のデッキを良くしていき、勝つために必要なプレステージを稼ぐんだ。真ん中に映ってる5枚のカードがある位置をタバーンと呼び、真ん中青色六角形の数字をプレステージと呼びます。カードの効果や画面右側に映ってるパトロンを駆使して、最終的にプレステージが多い方が勝ちます。なるほど。ゲームは結構作り込まれていて、分かってくると面白いのですが、ルールが少々とっつきにくいので、チュートリアルを終えただけではあまりよくわからないかもしれません。なのでデイリークエストで NPC と対戦したりして、実戦を交えながら覚えるのがいいと思います。確かに一回やっただけだとわからないかもしれないな。もちろん ESO はオンラインゲームなんで、他プレイヤーとの対戦も可能です。月ごとにランキングが更新されるので、腕に自信を覚えたら世界中のプレイヤーとのランク戦に挑戦してみましょう。というわけでテイルズ・オブ・トリビュートの紹介は今回ここまでにしておきます。チュートリアルを終えるとデッキが4つもらえるのですが、他に隠しデッキが4つ存在するので、またの機会にそちらの取得方法も紹介します。隠しデッキとかあるのか。それでは続いて2人の新コンパニオンをお迎えに行きましょう。1人目のコンパニオンメンバーですが、ゴンファローネの街から少し来た、トールドライオクというところにいてます。旅の祠の目と鼻の先ですね。エンバーを仲間にするにはまず彼女を助ける必要があります。エンバーと話してクエストを受注し、完了すると仲間になります。エンバーはカジートなんだな。エンバーのクラスはソーサラーで、強力な魔法を使うことができます。またエンバーを連れている間スリに特殊な効果が付与されます。カジートっぽい効果だな。スキルにはプレイヤーが使用するものとほぼ同じ、ソーサラーの基本スキルに加え、回復魔法やダメージシールドも扱うことができます。サポート能力も結構高そうだな。アンバーの攻撃魔法は敵をノックダウンさせたり、AOE 範囲攻撃があるので、DPS はそこそこあります。回復魔法もあるので ESO を始めてすぐの人ならかなり頼れる仲間になります。ただ装備も揃ってレベルも上げた高レベルプレイヤーの場合、コンパニオンの火力はほぼないに等しいので、回復魔法と妨害系の魔法だけ入れた方が役に立つと思います。エンバーは初心者向けコンパニオンって感じだな。それでは続いてもう一人の新コンパニオンイソベルを迎えに行きましょう。イソベルはゴンファローネ西、ナビール城にいてます。ここも旅の祠のすぐそこですね。エンバーと同じでイソベルもクエストをクリアすると仲間になります。イソベルはブレトンの女騎士ですね。ブレトンの騎士、頼りになりそうな感じだな。実際イソベルはかなり頼れる相棒です。エンバーはソーサラーでしたがイソベルはテンプラーのスキルを持ちます。攻撃系のスキルに加え自己防御系のスキルや、回復スキルも持ち合わせています。テンプラーといえばヒーラーの印象だな。ヒーラーとしても活躍できそうですが、イソベルは剣と盾を装備させてタンクにすると進化を発揮します。DSO で高レベルになってくると正直 DPS タイプのコンパニオンは役に立ちませんし、ヒールも自己完結できちゃいますが、タンクだと高レベルでも嬉しい存在となります。特にイソベルは序盤からタンクスキルとシールドスキル、回復魔法も覚えてるので、かなり打たれ強い性能になってます。おお、序盤からいいスキル持ってるんだな。タムリエルに存在するワールドボスはソロだとかなり苦戦するレベルですが、イソベルはボスのターゲットを取ってくれるのでかなり戦いやすくなります。今ハイアイルで追加された新たなワールドボスと戦っているのですが、強めに設定されているワールドボス相手でも、少し回復魔法を使ってあげるだけで死なずにボスのターゲットをずっと持ってくれます。え、めっちゃ優秀じゃないか。イソベルはマジで優秀ですよ。特に持続回復が得意なネクロマンサーやモーデンを使ってるといい感じです。ワールドボスをソロで難なく倒せるのいいな。エンバーは初心者向け、イソベルは高レベルプレイヤー向けですかね。どちらも優秀なコンパニオンなのでぜひ仲間にしてみてください。
はい、ということでいかがだったでしょうか。新勝敗アイル。まだ紹介していない要素もあるので、今度また動画を作成しようと思いますが、テイルズ・オブ・トリビュートをはじめシリーズ初の地域も探索できて面白い要素はたくさんあるので、気になった方は ESO をプレイしてみてはいかがでしょうか。それでは今回はこの辺で終わります。ご視聴ありがとうございました。次の動画でお会いしましょう。